良かったので軽トラを借りてまいりました。まあこれからちょっといいとこ行こうと思います。スーパービバホームトロスでございます。よいしょ。これですよ、これ激安修正剤 182×91×25mm で5980円。安すぎでしょ。はい、いっぱい買いました。これで2万円ぐらいだからコスパやばいよね。さあ帰りましょう。ただいま。大変やったわ。見てちょっと。じゃーん。というわけでですね、我らがスーパービバホーム豊洲店で、木材を仕入れてまいりました。今回のね、目的はこっちのね、後ろに白い壁があるんですよ。最近動画の背景にしてるんですけど、でその背景になってる壁をもうがっつり DIY してしまおうという感じなんですけれども、はい、とりあえず新しく壁を1個作るということで、とんでもない量の木材をこう買ってきております。 3.6 メートルのこれ、1x4 材がね、今回15本買ってます。でそれでまだ終わんなくて、 2x4 の14フィートの木材も1本買ってて、デスクも新しく作ろうと思ってて、それ用の、パイン修正材の1枚とでっけえやつを、1枚買ってるんで、とんでもないのになっていると。重さは分かりません、はい、というわけでまあ今日はね、もう買い物するだけで終わっちゃったんだけど、この動画は多分まあこれから数日間の、僕の DIY を映すと思いますので、まあとりあえずね、ちょいちょい作業していこうかなと思います。はい、というわけでですね、2日ぐらい経って髪も切りましたけれども、今、こういう状況でございます。はい、これが、僕が買った一番でかい天板、天板パイン修正材のでっかい板を買って、それを、切ってもらいました。でこいつによっ、はい、毎度おなじみでもないですけど、ワトコオイルですねを、塗って今乾かしてます。これもうなんか1日ぐらい経ってます。ダークボルナットっていう色を今回は使いました。こいつをねギャーッと塗って、1日ぐらい乾かしてあるという感じです。でこっからなんですけど、はい、こういう感じでAmazonでね、あやべ、住所がバレる、あかん、住所がバレる、こういう感じでAmazonでね、足を買いました。テーブルキッズ金属角足4本組ってやつ、ちょっと上げてみましょうか。いやいや、はい、こういう感じでね、足が入ってます。これは65センチかな、65センチぐらいの足を今回は買いましたので、こいつをまあこの塗った天板の裏面にわーっとつけていく感じになりますので、まあやっていきましょう。はい、それで、こっち側の壁です。今回の1個の目標はこっち側の壁を全部板張りにするっていうことなんですけれども、まあどうやってやっていくかっていうと、まあこういう感じで、2x4 と 1x4 の、材を買ってきたので、こいつで柱を立てて、その、まあ、材の上にまあこう板をバンバン張っていくというような感じにしようかなと思っておりましてですね、今回使うのが、ラブリコの、2x4 アジャスターアイアンってやつですね。この目とかにもくっついてるんですけど、ディアボールと同じような類のものなんですけども、まあラブリコの方が結構その物理的に突っ張りのこう強度をまあコントロールできるということで、こっちの方がええんじゃねえかと
というふうに言われていて、今回はまあ結構その強度を重視したいというか欲しかったので、ラブリコにしてみました。はい、こういう感じ、こういう感じになってて、ここに 2x4 材をガツンと入れて、こいつをくる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 回して突っ張ってもらうという感じになっておりますので、まあ1個やってみましょうか。こういうなんか柔らかいパッドがついてるんで、こいつを下側にくっつけて、上側で突っ張るっていう感じですね。はい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 、はい、こういう感じ。まあだいぶ強めに突っ張れましたね。ちょっと水平取ろう。オッケー。あ、ちょっと傾いてんな。まあでも許容範囲でしょう。はい、とりあえずね、こういう感じでできましたよ。いや、大きいデスク、大きいデスクできた。とりあえず一番大きい板は、大きい板は処理できました。こういう感じ、これぐらいの大きさです。ちょっとこの後画面に映らないですね。まあこれぐらい、これぐらい広いデスク、150センチかなのものを作りました。奥行きが65かな。これができたんで、とりあえず後ろの今使ってるデスクを片付けて、解体して、でこっちに機能を移したいと思います。それでようやくまあデスクが切りがつくので、それと同時にですね、この後ろの壁、後ろの壁もまあ徐々にねやっていこうかなと思うんですけども、まあ張ろうと思ってるこう板がね、まだ全然こう下おしらいというか、準備というかね、終わってなくてね、どれぐらいかかるんだろうって感じですけど、まあやっていきましょう。買い出しの日からですね、ちょうど1週間が経とうとしております。ようやくですね、ようやく、1週間かけて、こいつら、これから壁に貼ろうとしている、この 1x4 の材の準備がほぼできていて、まあまだちょっと下の分け終わってないやつが半分ぐらいあるんですけど、それをやってこの後ろのね壁にね、もう貼っていこうという感じで、ここまでようやく来ましたということですね。ちょっと今日ね、昼間時間があるんで、ドリルで穴開けるとか、壁っていうかその柱にこうネジ打つとか音が出るんで、まあ、夜中とか作業できないんですよね。なんでまあ今日明るいうちにちょっと蹴りをつけられればいいかなと思っているんですけども、はい、とりあえず、この1週間、ベッドの上以外で、生活空間らしい部分が全くないので、頑張っていきたいなと思います。はい、はい、というわけで作業を始めてからまあ1時間半ぐらいで、終わりました。賃貸にそびえ立つ木の壁でございます。あー大変だった。いや、今回ラブリコを3つ使って柱3本で 2.4 メートルぐらいの
壁を支えてるわけですけれども、まあ一瞬ねちょっと緩くてねグラグラしたんだけど、締め直したら割とというか完全に強度が出ましたね。うん、バッチリ。だからまあこれで、まあもちろん、この1x4材全てを支えているわけだし、まあこれの手前にねもっといろいろつけても、まあ、多少なら大丈夫かなっていう感じですね。あんまりこう例えば本とか重いものをなんかこちらにたくさん乗っけて重心が前に傾いちゃうとちょっと倒れてきちゃうんで怖いと思うんですけど、今のところ全然耐えてるというか頑丈な感じがしますね。じゃあね、とりあえずもう家がとんでもないことになってるんで、僕が片付けていきたいと思います。とりあえず壁は完成しました。はい、というわけでですね、すっかり部屋も片付いて、まあ作業ができるセッティングまで持ってまいりました。まあ実はこの形になってからすでに3日ぐらい使ってるんですけど、はい、まあ現状というか今のところすごくいい感じでございます。まあ簡単にご紹介していきますね。こういう感じで、机をまず置きました。150だったわ。これ幅が150あるんですよ。で、前のね、デスクというか前の机は120、130だったかな。ちょっと短かったんですよ、これより。で、それが嫌で、なんでかっていうと、こうやってこう真ん中にドカンと iMac を置いた時に、こう左右にこうやって MacBook Pro とこう iPad Pro を置いて、すごいこう窮屈だったの。僕結構三刀流したいんですよ。真ん中でじゃあ、動画エンコードしてます、こっちでサムネ作ります、こっちでメッセージ返しますみたいな、動きがしたいの本当はね。で、3つとも置いておきたいんだけど、まあ狭かったんですけど、この150にしてから iMac を置いても真ん中に余裕があるし、左右に MacBook と、iPad Pro 置いても普通に使えると。で、全部に同時にアクセスできるというところでね、非常に満足しております。一応今のセットアップはこんな感じになってるんですけど、真ん中に iMac あって、で、この下に置いてあるこれちょっとまた紹介するんですけど、まあUSB ハブです。で、ここにナナミの地位充電ですね、無線充電器が置いてあります。これ視聴者さんに送ってもらったやつね。はい、やっぱりね、こう立てかけ式が一番いい。サイドにあるのはこれは BOSE のコンパニオン、2かな、のスピーカーですね。で、ここにオーディオインターフェースがあって、ここに見えるかな、この裏かな、この裏にね、ラ族のお立ち台がついていて、外付けハードディスクを挿して使ってますという感じですね。で、新しいデスクのセットアップはこういう感じで、この後ろがこれは壁ですね。まあちょっと見せるとこういう感じになってます。上の方が若干空いてるので、この辺を塞ぐかどうするかとか、こう白い針が残ってるんで、ここに壁紙貼ったりとか、まあどうしよっかってことは考えてるんですけど、まあとりあえずね、現状いい感じになったのかなという感じですね。こうやってね、こうやった時に、背景がすげえ、こう映えるじゃん。だから動画の背景としてもすごくいいんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい。あとはね、これからちょっといろいろこれでやっていこうと思っていて、例えばこの辺にちょっとこうランプっぽい間接照明みたいなものをつけたりとか、あとはまあ棚とかね、ちょっとこう簡単な棚とかをくっつけて、そこにこうディスプレイっぽい感じで、ディスプレイ収納っぽい感じでいろんなものを置いたりとかっていうことを、まあ徐々にしていこうかなと思ってるんですけども、まあ今のところは真っさらな状態の壁で、これからどんどんここをどんどんこうかっこいい感じに装飾していこうかなと思ってるっていう感じで、一個だけやったことがあって、この机今こういう感じになってるんですけど、これのね、下見てほしいんだけど、こういう感じで、完全にね、ケーブルを全部、この壁の裏側に回してるんですね。このケーブルマネジメントかなり気に入ってて、この iMac のセットアップ、すごくこうケーブルが多いんですよ。ケーブルが多くなっちゃって、すごいこうなんかみっともない感じで、この辺がめちゃくちゃ荒れるんですけど、それらを全部、こう、もう壁の向こう側に一旦隠しちゃって、で、それで改めて壁から出してきて、刺すっていうような感じにしてるので、すごいこう、机の下がスッキリしてるんですよね。そう、これはね、すごいね、気に入ってる。はい、というような感じで、およそ1週間、まあ2週間ぐらいかかったかな、1週間半ぐらいかけて、やってきたこの、まあ僕の DIY でございますけれども、
まあね、ちょっとこれ一個終わらせたことによってだいぶ僕の動画の可能性というか背景を結構いじれるようになりましたし、真っ白い背景ってやっぱり動画的に使いづらいんですよ。僕顔が黒いから後ろにあの顔に合わせてこう露出を調整すると後ろの壁が飛んじゃうとか、逆に、こっちをちゃんとすると、後ろが暗くなっちゃうとか、まあいろいろ問題があったんですけど、まあしっかりと調整が効くというか、いろいろ使い勝手のいい背景を手に入れて、しかもまあ結構ね映えてると思うので、まあアピアランスも上がる、見た目のまあこう面白さというか、魅力も上がるというところでね、かなりねいいんじゃないかなというふうに思ってます。これからね、さっきも言ったようにこの壁どんどん新しく進化させていこうと思ってますし、まあこういう構図でね、例えばこういう構図でね撮る動画とかね、ちょっと増やしていこうかなとも思ってるんで、まあちょっと楽しみにしといていただければなと思います。はい、というわけで、僕の、賃貸 DIY シリーズ、最大の、DIY 壁とこの、パイン材を使ったデスクでございました。お参考になれば幸いでございます。ちなみに今回の DIY はですね、99% DIY というですね、スケさんという方がやってらっしゃる DIY ブログを大変参考にさせていただきました。下にリンクも貼っておきますので、詳しく知りたい方はチェックしてみてください。というわけで今村でございました。またお会いしましょう。じゃあね、バイバイ。